通じゃ去年とまるっきり変わらない。はい、ということでね、今年初めて練習行ってきましたけど、まだちょっとね体が言うこと聞かないなっていうのもあるんですけど、ちょっとねブックオフでいいの見つけてきましたよ。チェン、ここプロの連続写真30人分ぐらいのね、連続写真があるんで、今後ねちょっとどういうスイングしていこうかなっていうのをちょっと悩みながらね、ちょっと参考にしていこうと思うんですけど、この間激震ゴルフで、この間じゃないね、結構前だね、肥料と総一さんのあのホースダンス理論やってたんで、それちょっと参考にこれから検査していこうと思いますんで、少しでもいいと思ったら高評価ください。チャンネル登録もお願いします。それではどうぞ。説明しよう。ホースダンス理論とは、つま先側重心の A タイプ、かかと側重心の B タイプ、さらに内側重心の1タイプ、そして外側を重心にした2タイプ、これらを4つに分けたスタンスからなるものである。さらにグリップにも特徴があり、各スタンスごとにパワーラインが変わるのである。これを踏まえ、僕がどこに属するかやってみましたので、皆さんも一緒に調べてみてください。それではどうぞ。はい、じゃあまずはついた状態で、膝をついた状態で、これがうまく引っ張れるかどうかってのをやっています。これはね、ちょっとここはまっすぐにした状態でやらないとダメみたいです。いきます。こうやると簡単に引っ張れるんですが、これを伸ばした状態だとダメです。左手、で、これをかかとに少し近づけます。ケツをで少し前傾をするというかね、ここを直線にした状態だとここに耐えられるんで、で、今ので B タイプっていうのが分かります。でもう一つ、じゃあやってたのが壁にね、くっついた状態で座れるかどうかというのをやってみます。逆にします。ぴったりくっついた状態で座れるかどうか、これができると B です。で反対にこの状態、 A の人はこれが、できるらしいです。 B の人はできないんで、座れないですね。はい、ですね、次にね、バイバイやってましたね、やります。ここが A の人はここでできるらしいんですけどね、これを待たないで、 B の人はクロスになって動くっていうような感じで、肘も動くっていう形なんで、確実に僕が B という感じですね。
A の人はこういうイメージかな。手首だけ柔らかく、 B の人は肘が動きます。次に1タイプか2タイプかの検査でしたけど、液芯の方じゃね、ちょっと伝わりにくかったので他のものでちょっと探して、それでねやってみたいと思います。まずはね指をこうですね、こうデコピンのこれを作って、これをしてどこまで動くか、横にします。これ開けば1タイプで、次にここですね、キツネの方のエコピンでやります。でまたこうやってどっちが動くって話ですね。こっちまでしか動かないんでね、これがこうなるとぐんと動くのに、ここはもうすごいね、1タイプ。2タイプ。さあ、どっちだったでしょうか。多分じゃないな、間違いなく1タイプの方が動いてましたね。それともう一箇所ね、この状態、こういう状態を作ってリラックスする状態で、足の内側と外側に体重を乗っけてどっちが回るかというテストをします。それではまずは内側に力を入れて外側を浮かした状態でやります。次外側です。動かんわ。1。はい、ということで検査の結果ですが、 B タイプの1という形になりました。目指すスイングはこれです。ということでね、春に向けてね、どんなスイングしていこうかなということで決まりました。 B1 ということなので、この音じゃん、ローリー・マキュイ、こんな感じでねスイング作っていこうと思います。これからまた練習とかもね乗っけていこうと思いますんで、少しでもいいと思ったら高評価ください。次回、各 A1、A2、B1、B2 の、スイングに気をつけることとか、どういう動かし方をしたらいいのかっていうのを簡単にやっていこうと思いますので、少しでもいいと思ったら高評価ください。チャンネル登録もお願いします。それではまた。